かつて人斬りと呼ばれながらも信時代のために戦い、もう二度と誰も斬らないと誓った男。しかし彼には恐るべき一人の後継者がいた。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。獅子王が京都で暗躍している。獅子王？奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。 どうして謙信が行かなくちゃいけないの。絶対に京都に何か行かせない。奴を止めることは拙者の役目。今までありがと、そして、さよなら。ヒムラが動かねばこの国は滅びる。ダメ！謙信が人斬りに戻ってしまうかもしれない。この先確実に日本の瞑想が始まる。人を生かす前に自分を生かすことを考えて。 必ず必ず生きて。ドルドロー、そんなもんか。最強にかけて貴様の首を頂戴する。強ければ生き、弱ければ死ぬだけだ。 ここにいて。必ず帰るでござる。ようやく会えたな。決着をつけるぞ。ルローニ剣心京都大火編伝説の最後編。そろそろ終わりにしてやるよ。